それで子供を全部連れて、私は妊婦で静岡に行ったんですね。でそれで車で移動してたらニュースが入ってきて、でいろいろ情報を取っていくと、まあ、津波があって東北が大変っていうのが分かって、でも被害のことはよくまだ分からなかったんですけど、で原発事故があった。でそれをずっと現地でいろいろ情報を取ってると、やっぱりなんかニュースとかを見ても絶対本当のことが出ないなっていうのが最初から分かっていたので、東京に帰るのをとりあえずやめた。まあ、帰れなかった、帰れなかったの、車だったんで、そういっぱい車が渋滞していて帰れなかったんですよ。で東芝に200泊まって、近くで探して、でもうその時に東芝ってな、本物のね本物の東芝たまたま発見してNPO の東芝をやってるけど、もともと本当は東芝が好きだったから、泊まるならそういう東芝的な宿を売って、しかも車運転すると大体あ、ここ東芝だって見つけちゃうんだよ。で、なんか怪しい銅像がある東芝に泊まって、で、その子供とかとニュースを見てて、で、でもその時に衝撃がもうすでにあってですね、その原発事故より最後に衝撃が自分たちがすごい感じたのが、その東京のその日にもうね、買い占めのニュースが出てたんですね。で、コンビニが空になってとかいうのが流れていて、長い時点で、まあ、ガソリン帰った後かな、まあいいや、とにかく最初都市に戻ったらなんか命が守れる感じがしないっていうのが最初の直感で思ったんですよね。そう、何でもお金で買わなきゃいけないし、その電気がストップしたりしたら全てがストップするし、みんなすごいパニックを起こしてるし、隣の人助け合うんじゃなくてなんかすごく始めたりするしっていうのもあって、でまあとにかく1回でも東京にその後1日後に戻って、で関西行きの新幹線に乗って、でそこから辻さんとかに連絡をして、沖縄に行きたいんですって言ったんですよ、最初に。でいろんなお友達を紹介していただいた時に、宮崎の鴨よしこさん持ち流して、ガマコアンっていうお蕎麦屋さんをやってて 90% も自給している素敵な方がいらっしゃって、ご夫婦で、でそこに最初はお世話になることになって、2ヶ月ぐらいそこでたかしくんが持永亭っていう昔の日本庭園がある町の真ん中のお庭をきれいにしながら、庭師みたいな感じで全部よみがえらせるのを手伝いながら4月まで迎えたんですね。でそこは何をやったかっていうと、その震災がある前も宮崎県は新米岳の噴火とか桜島とか、まあ、もっと南ですけど、で、あったりとか、あと校庭とか鳥の、ね、インフルエンザとかがあって、まあ、被災地みたいになってて、みんな結構町の中の人たちが元気がない時に復興する、復興っていうか、まあその その持ち長亭をよみがえらせて、町の人たちのみんなのものを地産地消で暮らしていこうっていうことをやるプロジェクトみたいなのを新しく作ってるところに私たちがちょっと住まわせてもらうようになりました。鴨さんがここも被災地だけどねって言ったのを覚えてる。まあなんかそうですね、灰がすごい積もっててね、最初やっぱりそうですね、1週間京都でいたの でそこで、まあ、最初は僕は1週間だけ、まあ、妊婦だったんで、妊婦とね、子供がに言われちゃどうにもできないっていうか、まあ、動くしかないっていうか、とりあえず京都でしばらく様子見ようと言って仲間のところにちょっと1週間行ったんです。その先、まあ、そこの1週間で、あと状況がいろいろ変わってきたので、まあ、どこで産むっていう話になって、それで東京で産むか、ずっと2人とも自宅出産してたんですけど、3人目も自宅出産しようって決めてたんで、まあ、この水の問題だったりとか、いろんな問題で、まあ、不確定な要素が多かったんで、まあ、最終的にはどこで産むっていうのを九州に産むって決めて、九州に行った。で、その時に
高千穂っていうキーワードがあって、あ、高千穂だったらいいなって思って、僕もじゃあ高千穂にしようって言って、高千穂に行ったの。でも高千穂違いで、高千穂峰って言って、あのいわゆるあの阿蘇から行った高千穂のところじゃ、天照のところじゃなくて、もっと端に、もう都の城ってとそこがの高千穂峰ってところで、まあ、随分遠くまで行くなってバスで思ったんですけど、そこがいいなって。でそこでまたやっぱりあの九州でいろいろネットワークを作っている方だったんで、もう僕らが今東芝っていうのでやってきた、まあ本当に自分ら作って加工して、まあ、都市と農村をつなげるっていうのをもう事前20年もずっとやってる場所で、もう何から何まで作ってる人なんで、ちょっとここで勉強させてもらおうなとか、まあいろいろ考えて、まあそこに行くことでしょ。でそこで産むつもりだったんですけど、ちょっとまたいろいろあって動かなくちゃいけなくなってるんで、ね、それでまあその方がやっぱりいろんな人脈が多かったんで、そのまま人の流れといろんな面でスルスルスルっと今、ね、宮崎の串間って言うんですけど、あい串に間、串間っていうとみんな福島に行くのってびっくりされるんですけど、串間っていうところでいよいよ住むことになって、はい、改めて思うと、そのどこで産むかっていうのがさ、うん、基本的に基準になっているというのが ね、すごい面白いって言っちゃあれだけど、考えてみるとすごいことだね。まあ、でもそこやっぱ生まれるとこと死ぬとこって、ね、うん、すごいみんな 気にしなくちゃ、僕すごい気にするんですけど、あまり気にしないというか、やっぱり出ていくとこと入ってくるとこっていうか、でその場面とかどういう状況だと、すごい大事なところだし、まあ、そこに向けてできることをやってあげようっていうことはずっと考えてたんで、うん、だから結構その時と生まれてからのなんかその時間とかをすごい大事にすると、その先の何十年 の関係性とか子供の関係性と子供にとってもすごいお互いに楽になれるような気がしてるし、なんかそこでまあ変な話、生まれる場所もまあすごいシステムのところでもう管理されてて、もう生まれたらすぐ離されてミルク飲まされて、もうおむつも何でも何でもシステマチックになると、もうそこから始まっちゃうわけです。その仕組みの中からスタートです。そこから始まっちゃうのと、やっぱり飲みたい時におっぱい飲めるとか、こう一緒に入れるっていうの、その始まり方結構ポイントかなと思ってて、そこを重要にしようっていうのは3人でやっぱり改めて意識したの。あとなんか子供についていこうっていうのが今日なんですけど、なんかその今自然に産んだりとかそういうのが重要っていうのはもちろんなんですけど、3人目までその自宅で産んで思ったのは、そのなるべく赤ちゃんを自然に何も医療介入をしないで産むためとか、そういうために自宅で産むっていうよりも、実はなんかもっと実は命の方がもっと圧倒的で、その病院で産んでもすごい胎児はすごいね、なんか導いてくれるし、すごいいろんな力を持ってるし、だからそのなるべくその命が出てくる力とか、そういうパワーとか、そういうことを日常、自分たちの日常に自然な形でなんか影響させてもらうために自宅で産むんだなっていうのが、今回そのね、この開くがなんかいいなって思うところで、どんどん九州についていって、ひらくについていって、それでひらくがそこで生まれて、でなんか家のこととかもどんどんパンパン決まってっていう感じがすごいしたから、でなんかそう考えてみると、1人目も2人目もその生まれるちょっと前に家とかがいいところがあったりとか、なんかそういうことがやっぱりなんか命が導いてくれる方向っていうのがあるんじゃないかなって、あんまり不思議なことは私は信じないんですけど、胎児はそういう力があるのかなっていうのをすごい思ってて、だからなんかそれもなって、で僕はもう数年前から東京出なくてしょうがなかったんですけど、でその3月11日ももう、まあ、そう、熱海だったんですけど、まあ、縁だった人と思って、土地を借りる、借りないって話したんですけど、全然ずっと東京から2時間圏内っていうところで、ずっとももあっちでもない、こっちでもないと、探しに行ったり、まあ、その土地見たり、ず
っとやったんですけど、それが今回ドーンと突き抜けたっていうか、は一つはやっぱり女性、女の人が選んだっていうか、もう子供もそうなんですけど、大体田舎暮らしとかって男がこっち行くっつって引っ張っていくと大体うまくいってないっつって思うんですよ。で、大体女の人が私が行く、腹決めてくると、もう大体ちょっとした不便なこととか苦しみには耐えるんですね。それはもう耐えなくちゃいけない、自分が選んだから。それ面白いな。それすごいでかい、結構いろいろ見てきて、あのコミューンだとかああいうのも男主導の多いよね。あ、多いですね、多いですね。エコビレッジとか多いですね。まあどうですかね、表向きがでのか、実際はどうなのか分かんないですけど、それはなんか深い感じがしますね。そうです。宮崎県はみんな女の人がすごい引っ張って元気だよね。カモさんとかさ、まあそうだよね。女子会とか。でも今のところまだ全然原発の話が出てきてないんですけど、うん、まあ、放射能っていうのはやっぱ頭にあるわけでしょ、うん、そうでもない、うん、いや、で今回やっぱりすごい、さ今最終的に九州にいるんですけど、最初その3月11日以降、まあ最初関西で京都行ったじゃないですか。その後福岡行って、そのまま宮崎で、どんどん西に南に行くに従って、すごい、あ、全然対岸の火事じゃないけど、すごい全然、うん、違ってくるのがどんどん分かってくるんですね。で実際やっぱり同じニュース見てても、同じ情報を得ててもやっぱり危機感というか身に迫ってくるもの、まあ人間なんてやっぱり自分の身に降りかからない限りはやっぱり頭でしか考えてないことなんで、やっぱりすごい、全もう誰に関してもどこに関しても温度差っていうのがあると思うんですけど、やっぱりあんまり僕はその危機感っていうのは実際はリアルには感じてないんです。まあその3月11日以降そういう、場所にいないっていうのもあるんですけど、まあ、これ一人だったらどういうふうに動いてるかなっていうのもまた、で僕の仲間は何人か、今回土と平和一緒にやってる仲間でもやっぱりすぐ現地に、まあ、行けた人っていうか、行けれる状況にいるっていうか、役割、僕が3人置いて行くぞって言っても、まあ、まあそういう人もいるかもしれないですけど、まあ無理な話だったし、だからそれぞれその、ね、時の役割でいろいろ動いたと思うんですけど、やっぱその現場に見てないっていうのとか、圧倒的なその一人だったら行ってたと思う、うん、まあ行ってるでしょうね。僕東北住んでたんですよ、本当に福島の企業にいて3年、もう本当のあの辺一帯全部よく住んでたとこだったりするんで、そうですね、すごい馴染みのある場所だったんで、うん、で、東北好きですからね、やっぱり温泉好きだし、うん、はい、うん、アミさんどうですか、その辺ですけど、例えば僕の学生で言うとね、まあ学生に限らず若い人たちの中で、その非常に悩んで、要するに自分の中で引き裂かれてる、一方でこう逃げたいっていうか、ね、放射能から遠ざかりたいっていう気持ちと、一方でそのボランティアでね、東北行きたいと、こんなことをしてていいんだろうかって、自分が安全な場所に身を置いてたり、さらに遠くへ逃げたり、いうふうにこうすごく引き裂かれてる人がいたんですよ、結構ね。で特に男の子には多かったね、悩んでるのはね。その辺はどう？私は正直、放射能については分からないっていうのが自分の答えで、で、まあ、人類が初めて今経験することが起きてるので、停戦上のこととかそういうことは本当に分からないなっていうのがあって、で最初は確かに放射能のことが圧倒的で、まあ、自分が妊婦だったのもあってどれだけ漏れてるのかも分からないし、避難したのは放射能だったんですね。でもその2つのいろんな立場があるっていうのが分かってて、全然自分の子供たちの友達も、ね、普通に幼稚園みんな行ってるし、それが別に危ないよとも思わないというか言わないというか、ま、なんだろうな、その分からないけど、でも自分の近くにある食べ物とか水とか空気とかが信じられなくなることが圧倒的に悲しいことだっていうのは分かる。それからそれを子供たちのとかまで、自分がいいと思ってるんだけど
で自信を持って言えるかどうかが今わからないっていうのがあって、でもそれを信じることが尊いことっていうのもあると思うんですよ、うん、自分の食べるものを疑わない。なんか本当に嫌だったのは、あの牛のそのセシウムのことばっかりテレビとかいろんなところで報道されて、でなんだろう、そのね、疑う、まあ、それを信じて食べるっていう選択があるってこともあると思うし、自分たちが行ってたライフスタイル、東京とかは特に本当に東京電力を福島の事故だから、東京の人たちが行ったライフスタイルのせいでああいう風になって、それでなんか食べられないっていうことばっかり言ってるのもおかしいしっていうのはあって、だから放射能については本当にわからないっていうのがあるんですけど、でも私がすごい苦手なのはやっぱりその自分の近くにある空気とか水とか食べ物とかを一つ一つ疑って何ベクレルとか頭で計算するってこと自体がもうすごく、自分がそれを何年も続けられるかって言ったらそれは無理だと思ったから、一番影響の、ね、なるべく少ないところに子どもたちも行ってほしいっていうのがあるから移動したっていうのがあるんですけど、でも放射能だけじゃないっていうのもあるし、その幼稚園の人たちと先生とかと話した時に、その、まあ、放射能のことをきっかけに、例えば石油の、そのね、あの洗剤、合成洗剤を海に平気でみんな流してたりとか、今までも平気で大地にいろんなものを撒き散らして、農薬も撒き散らしてるし、でそういうものはじゃあいいのかっていう話もあるし、だから逆に私はその辻さんがあの放射能が漏れたことでレントゲンみたいな世界がバーッと見えたって言ってたじゃないですか。そういう風にしてなんか命を優先してない私たちのその社会の仕組みが見えたことの方が、放射能1個よりももっと怖い、そういう命をみんなが優先できないような仕組みに私たちが今生きてるから、それを急いで止めなきゃいけないってことの方が大きく見えてて、でだからそれをやるためにはまあ東京にいていろんなことをやっていくっていうスタイルもあるけど、子供はまあ本当にあのちょっと離れていったところにいた方がいいかもしれないし、自分たちが農村からその違うことを作っていけるんだったらそれがいいなと思ったんです。だから私も同じようにその男の子たちと同じようにみんなそれぞれ多分そのせめぎ合ってるし、そういう中の選択だと思うんですよね。だから決して楽に、だからそこにいたから、九州にいたから安全かどうかも今わからないしっていうのと、はい、またそこのところはね、あの皆さんの中にもいろいろ考えもあるとしまた、ちょっと後で話せると思いますけど、ちょっともう一回元に戻って、その後その九州で何が起こって、そこでどういう、まあ今のね、こういうふうに暮らしていこうってみたいなこう一つの今のところの結論があるわけでしょ。そこに至るちょっとプロセスを聞きたいんですけど、九州でどんな面白いことがあったのか。どんなに暮らすのか、今はもし長くやってね、花見とか福島のみんなのさ住民投票がなくなってる。あ、そう、福島っていうのが実はあの原発をね建設予定地になってて、で3月12日か13日に住民投票で、それが終わったらもう確実にそこに建設されるっていう、その時に11日があったっていう場所で、でまあ結構そういう活動家というか運動家っていうか、そういう人たちも結構集まってたりしてたので、なんかねそういう部分でのこう共有する共通項があった人がいっぱいいたりとか、まあでまあ言っちゃうとなんかまあ何年か前に、まあ、アミが一人目産んでから一回一緒にエクアドル行ったんですけど、でその時にカルロスってコーヒー作るおじさんがいて、でその人が森林農法って山で農業やってたんですけど、でこれだなっていうのがもう僕はずっとあって、だそれでずっと山を探したりとか、で日本のやっぱ国土はもう7割が山だし、やっぱそこを生かして生きる、スタイルっていうか生き方っていうか、まあ暮らし方を作る、まあ結局原発にしろエクアドルの鉱山開発にしろ
何しもやっぱり僕らの生き方変えていかないと、もうそこしかないなっていう、まあ結局何言ってもね、その生き方、暮らし方っていうのをスタイルを変えない限りはもうそういう問題はずっと続いていくなっていうのがあったんで、まあね、そんなに僕もなんか綺麗な人間じゃないんで、綺麗な人間っていうか、あまりね、こんなに美しい人じゃないんで、完璧なことではないんですけど、でも方向性としてはそういうのがずっとあって、まあそのなんかモデルとして100通りやったら100通りの方も一つになれればいいなっていうのが、そのエクアドル行った時に思ったんで、やっぱり日本でやっぱそういう生き方をするにはっていうので場所だろうし、でそれでいろんなやっぱ山があるとか、なんかいろんな条件があって、で網も条件出さして、どういうとこがあなた日本で住めるのって、どういう田舎だったら、あのさ、森があって何があって何があって、こんなとこねえよって言ったんですけど、でもちょっとそういう意味では今のとこは、まあ三方を山に囲まれてて、で前は海で、すごい本当綺麗です。なんか正木さんなんかが、ここインドネシアだなっていうような感じの場所であって、でまあね、そういう意味では、で僕は森林農法っていうのやりたかったんで、山の農業やりたかったんで、そしたらたまたま、まあ本当の脱サラの走りというか、まあ60差し掛かるぐらいのおじさんがいて、その人がやっぱりそういう無農薬の農法でやっていくっていう方向でずっと何十年もやってる人がいて、でその人が結構もう動けなくなった部分があって、そこの山を貸してね、自分でお前やりたいことやってみろとかで、まあ、勉強しながら自分でやりたいことをやるっていう、そういう関係性を作れるっていう人がいたりとかがあったんで、で家は借りるつもりだったんですね。やっぱり買うっていう発想全くなかったんですけど、たまたまちょっと今回家を買うことになって、でそれはまあカナディアンの空手の先生の女の人なんですけど、カナディアンのでその人がやっぱり売りたくてしょうがない時期で、俺知ってたりして、まあ知ってるかもしれないですね、うん、でその人との関係をいろいろやってる中で、まあ、買うってことで、買うっていうのが全然そんな金もないし、そんなにあれもなかったんですけど、ただその限界集落、今いる地域で いろんな移民移住してきてる人がいろいろいるんですけど、千葉からも来てる人もいるし、みんな借りてやってて、でそれを地元の人がどう見てるかっていうと、やっぱりまた何年かしたら出てっちゃうんだろうっていうか、なんかそういう関係の中での、まあ、付き合いなんですね。なんか深いところで言うと、そういうのをなんかやっぱり、まあ僕ら子供いるからとかそういうのもあるかもしれないですけど、まあ、そういう意味では買うっていうのもなんか腹決めて、まあ僕らももうそこでね関わっていくっていう腹も決まるし、そういう意味では良かったなっていうか、で2人でいろいろ考えて、まあ10年で返すっていう、10年スパンで物事考えようって、で木の農業もやっぱ10年ぐらいで、5年10年でスパンで考えてきちゃいけないんで、その時僕48なんで、まあ、そこからまたどっか行くっていうのもまあそういういろんなね、いろんな勝手なこと考えるんですけど、でもそんぐらいのなんか感じで行って、でもその5年10年スパンっていうのはこの時期には、で子供のこの先5年10年考えても、まあ、そこから高校中学は、ね、東京行きたいって言ったら勝手に選ばせられるようにできるし、なんかそういう感じで行こうかなっていうので落ち着いたって思うんですけど、どうですか？木を植えたかったから買ったんですよね、家は。木を植えたりして出て行かなきゃいけないっていうのが、でその木っていうのがずっとその大豆を、自分は大豆レボリューションとかに巻いたりとかそういうのに関わってきたけど、そのエクアドルに行った時にそのコーヒーの生産者のおじさんとかカルロスさんとかは余裕があるところがかっこいいって言って、なんかそのおじさんとしてなんか男の余裕、なんか余裕を感じるとか言ってそういうことに聞かれて、それは何なんだろうみたいな感じでね話してて、でまあそのたまたま吉田農園っていう福島のその三方森に囲まれたところで昔から農薬でやってる農園があって、でそこで手が回ってな
前みかん畑とかもいっぱいあって、でそこに入った時に、でも周りはやっぱり杉畑、杉林が多いからね、その杉の林をエクアドルとかで見てきたみたい にみかんを植えたり、そのみかんのところに蜂の巣箱を入れて蜂を飼ったり、あと他の、ね、草を植えたり、あの色の果樹を植えたりしながら杉をもう一回食べられる森みたいな形でやっていけたらいいよねっていうことを言ってて、でそしたら宮崎にいろいろ焼き畑の文化とか、森を焼いてもう一回よみがえらせる、人間が森に関わることで森を豊かにしているようなおばあさんたちが、もうそこもあと5年ぐらいしたら多分みんなね、シーバソン最近ちょっと NHK で入れ替わっちゃうよ、本当に文化の高いその自然との接点を持っている人たちがいるってことも分かったりして、そういうの、そういうの周りから学びながらやれたらいいよねっていうのをいろいろ話してそこに行ったのが一つと、あとやっぱりさっきの原発の問題、その福島っていうその本当に綺麗なところなんですよね。あの野生の馬がいて、麹島の猿っていう、あの101匹の猿っていうのが現象の、いる山の、あの島がすぐ近くに泳いで行ける距離にあって、透明のビーチで、で、あのすごい美しいところなのにそこに原発が誘致されそうになってて、でそういう、まあ、日本のいろんな田舎のところで限界集落って言われるところに原発だけじゃなくて、今本当にその瓦礫 の処理場も新しく作られようとしているところも結構あると思うんですけど、産廃の問題とかそういうところに本当に若い人たちがどんどん入って、新しい経済というか、まあね、暮らしを作っていかないとそっちも間に合わないっていうか、いうのがそういう田舎に行って分かったし、その本気で原発をとかそういうものなくそうと思ったら、都市に人がいっぱい集中している中でそういう田舎の人たちがなんかその都市に集中してるっていうのを変えなければいけないっていうのもあるしっていうのも、なんかそれはもう そこの原発っていうのは 3.11 のおかげで、そうなんです、そこの場所を守られたなくなったことですね、うん、それがもう本当に1日2日ぐらいの差で、うん、ってるわけですよ。まあまあもちろんね、その前に決まってても振り返ったって可能性もあるけども、でもあまりにもちょっとなんかすごい、そうですね、すごいタイミングだね。そんなこと聞いたこともなかったし、全然知らなかったしね、うん、その辺まで行って、そうですね、僕も知らなかった、うん、で上関の方が、うん、ああいう形でなってますけど、そうか、それで、あのその後の住民投票こと自体がなくなったの、それとも住民投票があって、いや、なかったですね、いや、でもうそれはなくなったっていうふうに見ていいんですか、そこの原発計画は。基本的には新しく作れない、うん、まあ、ただ、いろいろやっぱり今回瓦礫の話とかはまた浮き上がっては沈みっていう感じで、まあ、それもなくなったみたいなんですけど、まあいろいろ出てくるんじゃないですか。だからそういう美しい場所なんだよね、みんな原発ができてる場所ってことはといえばさ、はい、そういうところでしょ。そうですね、つまり仕事っていう意味、その経済ですね、はい、そこの地域に、そういうところにこう行き着いてそこに落ち着くことになったっていうのもまたなかなかシンボリックな感じが僕なんかしちゃうけどね。面白いですよね。昔僕そう九州にも3年住んだことあって、九州住むんだったらもう熊本しかないってずっと言ってたんですけどね。でそれはまあありえないなと思ったんで、その東京から2時間っていうのは。ただそういう宮崎の青島よりもっと南って行ったことなかったんですけど、残されてるんだなっていう感じですね、という場所が。さて、そうするとですね、2人とも、まあ、ある意味ではこう新しいビジネスって、僕らがナマケモノクラブはスロービジネスって呼んでるわけだけど、こう新しいビジネスの在り方、新しい経済の在り方みたいなのに一石を投じてきた人たちだと思うんですけどね、そういうその今度新しい拠点を得て、そこで今何を
考えているのかというあたりですね。はい、でまあ、東芝って NPO でずっとやってきたんですけど、で、まあ、基本的にはその場作りっていうことで、まあ、遊んでる場所を生かすっていうのがずっとコンセプトであって、今回も、まあ、その延長線上で、まあ、今まで畑大豆にしたりとか銭湯カフェにしたりとか、まあ、ちょっとそういう感じで遊んでるとこを生かすっていう、まあ、新しい活動の仕方っていうのを意識してやってきて、で今回は、まあ、空き家と山ですか、そこがフィールドになるんですけど、でなおかつ、まあ、10年スパンっていうのが決まってるんで、自分の中では。でそこでやっぱり今までも、まあ、加工する、まあ、大豆にしよう、何しろ加工して、まあ、商品作ってってっていうのがあったんで、まあ、そういうのは一つ自分で作ったものを加工していく、まあ、アミットとの商品 あのコラボレーションというか、一緒に家族の仕事として、まあ、いろんな果汁だったりね、いろんなもの作ったものと、まあ、コーヒーだとかチョコだとか掛け合わせて家族で加工していくっていうのが一つと、あと東芝で、最初からもともとやりたかったっていうか、東芝のもともとの最初に、まあ、今回いろいろ仲間とも話したんですけど、原点戻ったねって話して、そのもともと東芝っていうのはやっぱりそのまあなんだろう、今でいうウーフだったりとか農家民泊だったりとか、まあ、寺の宿坊だったりっていろんな言葉、ちょっとしたら郵送ホテルとか、あとなんだ、昔の日本の何しょ泊まるところ、若い人がなんだ若衆やる、え若衆やる、なんか、まあ、そういうね、なんか伊勢とかそういうもののネットワークを作りたいっていうの、まあ寺も寺の機能はもうなくなってるし、そういう宿だったりとか、そういう、まあ、53次みたいなもんですね。東海で53次じゃないですけど、人がこう歩きながら暮らしとか地域の、まあ、地元の人と旅人が会える場所みたいな、そういうのを北から南までネットワークしていこうっていうのがあって、でその一つの拠点の親父になるっていうのがずっとあったんですね。だからそれ、まあ今の言葉で言ったら農家民泊みたいな、東芝の親父になる、東芝の親父の、まあそれがどんどんつながっていって、まあ、そこにはそういう不適な要素が入ったりとか、まあ、地元の人との接点がそこで得られるとか、まあ地域の窓口であり、まあ、旅人も地元の人も入り乱れる、まあ、その中に必ずでも暮らしがあるっていうかですね、家族の暮らしがある、それをやっぱりいろんな僕が国見てきたりとか、いろんなそういう文化の中で見てきた中で、日本の中にはそういうのがあったはずなんだけど、やっぱりなくなってきてるし、だから、まあ、人もお金も流れるし、なんか新しい生き方、暮らし方を発見するきっかけにもあるし、だからそういうものを作りたいっていうのがあったんで、それをゼロからまた始めていくっていうのが今回ここで僕がやっていきたい。こうあれですか、2人でこうなんか一緒にやっていこうとはあんま考えなくて、割と一人一人がビジネスプランも2人でやっていく感じですね。じゃあちょっと亜美さんの口からどうですか、そのこれからのなんていうのかな、そういう経済とかビジネスの方がどうなってるんですか。経済、僕もスローウォーターカフェの僕も役員の一人なんで、最近何も聞いてないんで。まずはその自分たちの暮らしに関しては、本当にその原発事故以降に自然エネルギーにシフトってみんな言ってるけど、自分の体のエネルギーをもっと使いたいなっていうのがあって、だからなんか食べ物を食べるときに、なんか私がすごく思ったのが、その東北の釜石とかの人たちが、その震災以降に自分たちで沢の水を一回引いて、水道を自分たちの手で作ってたりとかいうのを見て、そういうなんか自分が自然とどうつながるかっていうのを一つ一つ形作って、で自分がどこから何が来てるのか分かる形で暮らしの糧を得てっていうのがすごいかっこいいなっていうか、そこからみんな最初そこからやり直せるっていうのがいいなと思って、で今の文明はもう終わったと思ってるところがあるので、そういうことをちょっとなんか本当に畑を家の中に今作ってるんですけど、
やりながら暮らしを成り立たせるっていうのがまず一つやりたいことで、でその中で子どもたちがいっぱい生態系の中で遊べるといいなっていうのがやりたいことで、で仕事に関してはそのまあずっとエクアドルの10人ぐらいの女性たちとかその農村の人たちとかとつながってものづくりをして、それを日本に持ってきて卸売をするっていう仕事をやってきたわけなんですけど、その時にやれたことを生かしたりしながらまた自分の地域とも関わっていきたいなというのがあって、日本のフェアトレードでしょ。そうだから、その地域の、いろんな人たちの今顔が見えてて、いろんな人たちの得意なことがあって、でみんなそれぞれお裾分けしたりとか楽しみ、その地域で楽しんでるっていうのが今の地域にいると分かるから、それをうまく、やっていきたいっていうのがあって、でもずっと九州にいると感じるのはやっぱりそういう食べ物に関してはなるべく近いところで循環させたり消費させたりするのがかっこいいなっていうのが、本当にその持ちぬが店蕎麦屋さんの鴨さんのところにいた時もそうだし、今のところにいる時もあるので、じゃあ何をやるのかというのもあるんですけど、やっぱりチョコレートとコーヒーはどうしても自給できないものなので、コーヒー焙煎をして、でチョコレートに関してはチョコレート工場とずっといろんな商品作りから企画からやってきたので、それを生かして柑橘類とか果樹とかその地元のものとのチョコレートの加工をチョコラティエをやるっていうのが夢というかやりたいなと思っています。で一方でフェアトレードとかそのエクアドルとのあれも続けながら、はい、それとその地域性みたいなものをなんとか組み合わせたい、うん、そうですね、半分半分じゃないですか。まあ食とエネルギーはやっぱ 50% 自給っていうのが結構あって、であとの 50% はやっぱり社会とのつながりというか、やっぱり人とのつながり 100% 目指すっていうのはなんかバランス悪いなって思うんで、じゃあ10年で50%、まあ 50% 結構ね、米欲しいなと思ったら米持ってきてくるしね。でもエネルギーもね、そっち行きたいですね、うん、今上 の, お湯給湯器とかもついてたりとか、太陽一応日照時間すごい長いんで、それでかなりいけちゃうかなっていうぐらいですし、あとガスは今回8月にバイオガスプラントをちょっと勉強しに行ったんですけど、まあもうちょっと時間かかりそうなんですけど、スーパー小枝ねバイオガスプラントもちょっと一つ作ってみたいなと思うし、ちょっとずつ 50% に向けて、あとの 50% でやっぱり社会とつながったり、地域とつながったり、都市とつながったりっていうところでやっていきたいですね。いいね、僕らの縁の一つがね、最近なんかね、七尾榊のことよく思うの。で、七尾生きてたら何、どういうかなとかね。で、今度は秋、ゲイリスナイダー、彼の親友のゲイリスナイダーが日本に今来てんのかなという時期なんですけど、でも七尾に最後に一緒に会ったじゃない。ああ、そうですね。あれが僕も最後だったんですよ。ああ七尾あれから半年後ぐらいだったのかな。あ、もっとか17、8ヶ月ぐらいかな、亡くなってたんですけど、その今その南の方へ行ってね、そのインドネシアって行ったって正木さん言ったけど、なんかそれヤポネシアって言葉があって、これは昔の七尾たちのこう、あの人たちの中ではさ、こう日本ってのはヤポネシアなんだっていうね、そういうこう発想、こう南の島々とつながってるっていう発想がやっぱあったんですね。そういう意味じゃ、そういうなんか七尾は鹿児島出身だし、あ、そうなんですか。だからなんかそういうところにまたちょっと縁があるのかなっていう気も今してたんですけど、なんか地図があったよね。近くの福島の近くのカレー屋さんに入り口に地図が貼ってあって、それが南が上の世界地図 でそうすると鹿児島と宮崎がすごい目立ってるんですよね、日本で。あ、南が上ね。アジアの、そうそうそう、南が普通北が上になってるけど、それが南が上になってて、
それであれに、うん、日本海と我々を呼んでるやつが地中海みたいな面白かったですね、うん、そうか、そうするとなんかヒッピーっていうのを意識してるないの。あ、なんか僕は若い人たちにね、2人のことをなんか紹介するときに、まあ要するにヒッピーなんだっていう。いや、そういうつもりはないですけど、ただなんか、あ、でもその要素はすごい何しても重要かな。今回その山の親父っていうのもやっぱりその脱サラの走りで、もう まあ真面目っちゃ真面目な、もう禅を極めたりとかそういう人なんですけど、ちょっとやっぱそのヒッピーの要素がちょっとあるんですよ。でいろんなね、やっぱりすごいと言われてるの農業界のおじさんとかいろいろ会うんですけど、ちょっとヒッピーの要素がないとなんか面白くないですよね。そのおじさんはなんで九州で農業やってるかというと、やっぱ人間と仕事ができなくなったって言って、昼間からビール飲みながら、人間と会わないでできる仕事って探してったらそこに来たったっていうことで、まあ今でも相変わらず昼間からビール飲みながら食べてるんですけど、人間嫌いなの。なんか、いや、嫌いじゃないよね。嫌いじゃないよね。人間と働きたくないんだよね。よくわかんないよね。生き物と相手がいい。ちょっとそういう要素がちょっとでも見える人はなかなかうまくいくというか。というと、僕もそういう、ね、あれがあるんですかね。要素が。あんまり僕がヒッピーだとは思ってはないというか。うん、まあどっちかというと落ちるとか、落ちる反応反映とかね、はいはいはい、にも関わってるし、うん、そういうそのこう今日本の、まあ、3.11 に関わらずさ、流れとして、はい、やっぱこう脳的なところ、うん、昔ヒッピーはだってね、大地に帰れって、そして脳的なところに向かってったわけだから、そういう意味ではあのそういう流れがもう日本でも世界でも起こっていた、うん、で 3.11 が一つの大きな、ね、インパクトを持ってそっちの方向にさらに流れがこう進んだっていうようなことですかね。そうですね。そうですね。まあ一次産業、その漁師にしろ農家の人にしろ、僕らが今までいろんなところであったそういう仕事についてる人っていうのはやっぱり強いですよね。何にしても強いっていうか、その政治がまあいろいろ関係はあるかもしれないけど、誰になろうがどうなろうが海と船と家があれば生きていけるみたいな、そういう力強さを持っている人がいっぱい会ってきたんですけど、やっぱり、うん、その食べて生きている限りはやっぱり、うん、そこの依存がないというか、依存度が少ないというか、さっきアンさんが言ったことがすごく、まあ、僕はすごく深い問題だなっていうか、難しい問題でもあるなと思ってるんですけど、これ 3.11 っていうのはね、まあ暴露したことっていうか、僕らに突きつけたことっていうのは、いかに我々自然界とね切り離されて、まるで自然界なんかなくたってね生きていけるかのように傲慢になったっていうことを突きつけられたんだけど、 3.11 以後の展開見てるとね、ますます自然界から切り離される方向に向かっていく、そっちの方向にしか未来はないっていうふうに思ってる人がさらに増えたんじゃないかなっていう。だって汚れた第一どうするの、うんね、要するに第一産業って非常に当てにならないじゃない、リスクがすごく多すぎるじゃないって、津波は来るし地震は来るし放射能降ってくるしね、そうするとこれも割に合わない。あで今実はその TPP っていうのがもう今間際まで来てるんですけど、僕はもうあの去年の秋からずっと関心持ってるんだけど、 3.11 が起こった時に僕ら瞬間的に思ったんだよね。あ、これセットで来るなって。でその通りで、もちろん最初のうちはね数ヶ月は言わないんですよ、推進派は。そんなこと言い出したらさ、お前らこんな大変な時に何言ってんだって、これ自分たちの本意が出ちゃうじゃない。だから 半年は待とうって多分決めたと思うね。だって9.11 を境にさ、わーって出てきたでしょ、また。で、それはその TPP の流れって何かって言ったら、結局その自然界で食ってくのやめようよって話でね。それで行くとこまで行くんですか。そうそう。だから切り捨てようってことなんですよ。だから
僕は本音は東北の復興なんてね、経済界の人も政治家の多くはね、全く考えてないと。ちょうどよかったぐらいに思ってる人さえいると思うね。つまりもうちょうどいいっていうか、残念だけどもうじゃあ東北終わりみたいな。本当にあれ復興させようとしたら大変ですよね。で現に今見てる限り復興にそんなお金使いたがってないし、そうでしょ、もう予算見たって大したことないですもんね。だから本気じゃないんですよ全然。でそうなるとやっぱもう TPP って何でしょ、これから作ってるか、これはもうハイテクでしょうとか、ね、もう大企業がどれだけ車を売るかとか、そういう話にでも行くしかない。もう付き合ってるんですね。いやまあそう思う。ただね、はい、付き合って行く必要ないって言えるのは簡単なんだけど、問題は若い人たち、普通の人たちもね、だんだんさ、こう食べ物にすごい疑いを持つ。さっきのさ、いちいちこう僕らだってほら裏を見てさ、添加物なんだろうって見てるわけでしょ。これ今度はそれに放射能が加わって、でこれ危ないんじゃないかって、でどんどん自分の食べてるものだとか飲んでる水だとか土だとか、さっきハルさんが言ってたあの話ですよね。そんな風にして生きていくのかと、僕らこれからずっと、そういうのが嫌だっていう感覚ね、そういう嫌だっていう感覚も僕らはもう持てなくなってきてるんじゃないの。そうするとすごく怖いなと思うんですよね。なんか僕の話ですよ。どう都会を見ててなんか思うことないですか。こうやってたまにこっち来るでしょ。僕それでそうですね、うん、自分の仲間たちとかさ、その東芝関係の人とかいっぱいいるわけだけど、はい、どうですか、違和感とか感じない。違和感っていうか、まあそのちょっと先月かちょっと土戸の、まあ、打ち合わせっていうかあれで、まあ、引っ越しもあったんだけど、話してまあはっきりしたねってこう東西こう同じ日本っていうけど、やっぱりこれから抱えていく問題だったりとか、生き方に関しても、まあ、その食べ物と空気とか水とか全部含めて、やっぱりはっきりなんか線はできてきたなっていう話を、ちょっと仲間が、ずっと東京に残ってた仲間が言いました。その線っていうのは何か、なんだろうな、まあ、その考え方から、その、やっぱり影響だったりとか、何だって言われるとかありますけど、やっぱり同じ日本といえども全然違う国というか、そういうあれになってくるねっていう話を してたんで、あそういうね、ここ7ヶ月ちょっといなかっただけで、まあ、そういうここにずっと長く住んだらやっぱりそういう意識も出てくるのかなとか、まあ実際そういうね、いろんな影響があるんで、そういうふうになるのかなと思います。まあ僕もつい、ほんと10分ぐらい離れたところが実家なんですね。アミも実家で、亀戸なんですけど。で、やっぱり、やっぱ都市にずっと育ってきたんで、大学卒業するまでずっとここにいたんで、やっぱり良さ、好きなことがいっぱいあるんで、やっぱり、なんだろうな、こっち来れば、こっち来たで、面白いし、もう今日もちょっと電車なんで、ちょっと赤ちょうちんみたいなんで、いっぱい飲んできちゃったんですけど、それはすごい、たまにしか来れないんで。でもなんか、まあ別荘が東京にあるっていう感覚にしようかなと。実家が両方とも東京にあるんで、たまに東京の別荘に遊びに出てくるっていうか、まあ、そういう逆のなんかね、そういうかっこいいさっていうのを作ることがあるんで、そういうのも結構多いじゃないですか、やっぱり実家が東京にありながら。田舎、そういう人はもう田舎に行って、たまに東京に来る。今日久々にまた通勤電車乗ったら、ちょっとさらにグレードアップしたなと思って、ちょっとびっくりでしょ、ね。いや、だいたい亀戸からこうやって乗ってくると、秋葉原でもうみんないなくなるんですよ、だいたい。それが、その現象がなくなったんですよ。秋葉原で出るんですけど、またドコーンと乗ってきて、それがこの、その二十何年間東京にいた時に経験したことがあったんで、
なんか変わった方がいいんですけど、でここ僕5年6年はやっぱり電車車あこの 都内動く時はずっと自転車で走ったんで、やっぱりちょっとその違和感というか、そういえばなんか転身した時になんか、はい、あのそのきっかけになったのがなんか満員電車、はい、満員電車はまあ遡ると僕中学も亀だったんですけど、10分上り上るよりも1時間半下る方を選んだっていうぐらいもう嫌だ嫌でしょうがなかったんですよ、その頃から。で一回サラリーマンやって東京でネクタイ締めて通勤電車に乗った時に、やっぱりその苦しさはもう、まあ、僕だけじゃないしみんな絶対苦しいんですけど、まあでもその頃の仲間サラリーマン一緒にやった仲間でやっぱり大丈夫なやつっているんですよね。いるいる。でそいつはあこいつはいいんだと思って、月金こうどんなに苦しい毎日を過ごしてても金曜日の夜から飲んで土日をパッと抜ければもう何にもなんか考えないというか、そのクリエイティブななんかあれをもうその宿われて給料があって、それで何の疑問も持たないやつがいるんだっていうのがびっくりしたんですけど、でもそれはそれで OK だなと思って、それはそれでいいんだと思って、みんながみんななんか田舎に行って何とかして歯の生え草とかなんかね電気なんとかとかいろいろやるんじゃなくて、そういうやつもいるんだなって思って、それと全然苦しくないし、多分病気精神病とかにもなるはずもないし、もう全然楽勝、まあ多分急にドカンと行く気がするんですけど、この仲間も一人はパニック障害とかなってるやつも何人かいたんで、全然大丈夫じゃない。いやー、やばい、来るんでしょうね、どっかでね。そっか、重ねたもんが平気そうなんですけどね、僕はもう絶対ダメですね、もう絶対ダメなやつは出るしかないから、もうご中道のように都からこう吹っ飛ばされるしかないというか、まあでも二人の話聞いてると共通してるところがいっぱいあるね。そのかっこいいだとか楽しいだとか苦しくないとか苦しいとかそういう話が多いですね。あ、それはやっぱり非常に話し方として面白いな、感じ方としてこうあの物の考え方としてそういうのを基準にしてるっていうのがなんか面白い気がするそれからあと亜美さんがさっき言ったのはその九州でそのなんか彼らの楽しみ方みたいなのがあるんだけど都会から全然見えない。あ、でそういうその彼らが何が楽しいのかっていうようなことをこう消費者に伝えるみたいなこと実は全然できてないと思うんですよ。で僕はそれは東北で特に感じてて、東北に行って僕が俺例えば講演会やってさ、その歓迎のこうなんかパーティーがあるわけ、僕がなんか主賓のはずなのにさ、僕のことほったらかしてみんな花が咲いてるで何の話に花が咲いてるかっていうと僕には通じないことなのつまりローカルの楽しみについてなの。で大体が狩猟採集民的な喜びなんですよ。で、すごい秘密の釣り場があるんだけど教えないぞとかねそういう話とか、それからあそこでもってキノコが取れるんだけどどうだとか、みんなはどこで拾うんだとか、もうねそういう狩猟採集民の世界がそこに展開してて、もう僕なんか全然入り込む余地がないわけですよ。でそういうのって全然見えないでしょ。だから今回その震災が起こってその東北が犠牲になったっていうことがすごく言われるけど、彼らが何を楽しみにそこで生きてるのかとかね、彼らが生きていく力が何かみたいなことっていうのには全然想像力が実は働いてないんじゃないかな。だからそういう意味ではこう2人が九州でパッと反応できたっていうのは それ自体すごいことなのかもしれないなと聞いてて思いました。まあどこでもいいんですよね東北行くとお前東北っぽいなって言われるし九州っぽいなって、まあ歴史をたどってもそんなもんじゃないですか。そうなんだ、だからそうっすね。はい、じゃあ、ということで、ちょっとそれ用意するあれあんの、一回休憩しようかと思います。あ、わかりました。休憩はいるんですか？入れない、あ、入れないつもりだった、うん
あ、そうじゃ、じゃあそのままちょっと続けてやっちゃいましょうか。トイレ行く人だけ。トイレとか、はい、それからみかん買いたいとか。限定10個。まあ、借りる。無駄な泣きが、いや、そのさっきの産んでたらこうしばらくの関係性っていうか結構出たいなっていうのはいろいろ感じますね。なんか無駄な泣きとかやっぱしないですね。本当に入ったなーって最初キャッキャ言ってるんですけどどうにもなんない時だけ泣くとか、あ、そういうのもありますよね。で、あとその産む時に内側やってるの、彼女があの野口整体っておばあちゃんのとこからやってて、でそれに乗っ取ってあの出産をうちでやってるんですけど、でそれ何かっていうと、まあ、骨盤が開くじゃないですか。で生まれて、まあ、そういう生まれる時は一緒にいろいろやるんですけど、助産師さんに来てもらってやって、でその生まれた後その骨盤がその自然の動きで両方とも元通りになるまで、あの寝たまんまなんですよ、その体勢のまま。それがその野口春近って人がそれをずっとやってて、それ本にも残してて、でそれでやってるんですけど、そうすると最初の一人目産んだ時からそれを始めたんですけど、で産んでもうそれから10日間寝たきりになると何が始まるかっていうと、僕が全部おしめ変えるのとおっぱいもこう網がいるところのキャディーさんみたいになってこう唇こうってね、こう飲ませるようにしたりとか、あと全部飯とか、そのそっから全部始まるのよ。夜夜泣き始まったら僕も起きてキャディーさんやらしていけないから、でそれをいきなり体験するんですよ、最初の一人目から。でそれやった時に、あ、もう野口八花すげえなと思って、それ僕経験しなかったら多分その女性 の出産してからのその後もあの子供が夜泣きするとかいろんなあのすごい大変なことがあんま分かんないなと、実体験ではないとうるせえなって思うだけで終わっちゃうのか、なんかね、おしめもなんかいろいろそれを分からせるために野口春近は10日間寝かしてんじゃねえかって思うぐらいこれはやった方がいいなってなんか思ったんですよね。そっか、それなんかあのギベント覚えてる？ギベン、あ、男の人が一緒に妊娠するやつ、うんうん、あ、そういう民族もあるんですか？つわりとか、そうそう、一緒に嫌なつわり、はいはい、ちょ、男の方がつわりが広いっていう、もうそんぐらいなあれなんないと、なんかあとはでも助産師さんにさ、俺が産むって思ってませんって言われてすごいすごいそれで偽善だよそれをやるか、あとは残されたのはやっぱ金で解決するってことなんですよね。もうお金で病院に、で人に全部もう網ごと病院に送り込んで何十万かかるか、俺はそんな金ないから払って最高のケアをさせて、どっちかなんだよ。でどっちがいいかって言ったら、やっぱ僕は今まで一緒にやってきたやり方の方が金銭的なっていうか、まあいろんな意味でやっぱりそっちの方をおすすめするなっていう感じですね。そういう、なんかこうスタイルがなかったんじゃないかなと思って、で僕は生まれた時どうだったかっていうと、超未熟児でカゴの中に入って3ヶ月ずっと1人行ったらしいんですけど、もうすごいなんか対極にあるというか、僕はもうすごい未熟児で3ヶ月カゴの中で手をこうやるローブでこうこうやって、まあでもそれでも
元気にいられるっていうのがいいですかね。あまりね、いいことばっかりじゃなくて、またそれはそれで、あの、痛かったんですけど。ちょっと、アミに写真やるの。じゃあちょっと写真を見せてもらいながら。あ、これが持ち長手ですね。真ん中にいるあの、あの、バンドナしてるのが、あの、辻さんを知ってる。夫婦カモ、うん、カモ、ね、この ご夫婦はもともと市役所の人間で働いてたんですけど、なんか農業復旧なんとか委員かなんかでシーバソン、シーバソンってさっき言ったキャタのところに行った時に、その地元の人に結局お前らはなんじゃらかんじゃらって言われて辞めたっていう衝撃受けちゃった、ね、衝撃ね、それで2人で職員辞めて1人がちょっと残って、あ、そうですか。バランス取って。そうそうそう。これが、あ、これ3人目産んだとこの、あの、家の畑で、ちょっと6月にどうしても大豆巻きたかったんで、大豆巻きで。うわ、大きくなったな、お姉ちゃん。これが、6月か。夏至に生まれてきたんで、お姉ちゃんっぽいになったね。0歳の誕生日がやられたっていう、これは串間の、そのさっきの麹島っていう、あのここで猿が100匹の減少、なんか100匹までが塩をで芋で洗って食べてたのが101匹になった瞬間に世界中にその現象が起こったっていう、なんかそういう嘘だかなんとかってみたいにいろんな人がいるんだけど、これ近くの海ですね。歩いて5分ぐらいのところで、こういうところがあって、これが周りにいる子供たちと一緒に。ここじゃん。滝か。これ今のところ、今、え、これですか、どこですか、これ滝、これも近くのところなんです、ね、はい、今住んでるところ、はい。これは青島かな、うん、これは岬の、なんか野生馬が何百匹もいてる。距離感が面白いですよね。この岬、これはなんか火祭りだよね。火祭りすごい面白い地元の祭りで、あれが真ん中の柱をあの大蛇と見立てて、大蛇をこう火を投げてやっつける。これがさっき言ったちょっとヒッピーの様子のあるみかんの農家の様子なんです。これが今もう手がつけられなくなっているような。これを開墾して今あの今後借りていろいろやっていくんですけど、その時に収穫したみかんが今回持ってきました。ちょっとやって。そうそう、こういう杉がいっぱい咲いてるところの間にこういう感じで入ってて、これ3年間放置されて。今回縁があった家なんですけど、この前に地蔵があるんですけど、この地蔵がまた一つポイントで、僕が慕ってる老子がいて、その人が結びが生まれた時に、あ、一番目の子供生まれた時に、この子はあの地蔵が守ってくれるからって言ってたんで、あ、地蔵があるからここでいいやとかって思ったんですけど、すごいで、毎日ね、隣のおばあさんがあの花をいろいろ変えてくれて、これはうちのすぐ横の畑に今しようとしているところです。ここでちょっと加工場にしようかなっていうガレージになったんですけど、裏の畑ですか。これはなんかで、なんか家開けると帰ってきたら近所の人がなんか置いてってくれて、ちょっとずつこうやって。あ、最後にサム。あ、サムだ。これね、鹿児島にちょっとね、アミが仕事っていうか映画祭に呼ばれて行って、鹿児島ってまた独自の文化っていうか、なんかちょっと違いますね、そこ一つの国みたいな感じで完結してるっていうか、なんか初めて、まあ、そんな感じです。ここはでも、はい、昔は何、薩摩ではなかった、
福島どっちって言ったっけ、薩摩か島津か、島津だよね。なんか鹿児島県なんじゃないのあれ。なんかいつ言葉から言っても、あれ日向って全然また違う。あ、そうですね。いろいろそう藩でまたいろいろ違うんですよね。人も。はい、それじゃあちょっとあのこれで一応。はい、話を伺ったということで、皆さんから手前に戻ってきた時間9時なんですか、なんか今コメントとかあの質問とか、そうっすね、なんかいや受けてコメント欲しいっすね。コメントね、1人1分でもいいんで、なんかいや質問でもコメントでも何でもいいんですけど、なんか今日どうしてきたのかとか、なんか質問とコメント両方兼ねてどうっすか。どうですねお名前と質問も何でもいいです。はい、ちょっと立って。せっかくで。久保と言います。埼玉から来ました。辻さんの本を結構読んで、スローな生活をしていきたいなと思っています。今仕事は看護師をしてるんですけど、今年ちょっと辞めて、ちょっとその方に住んで。そっちの方に行こうかと思って、どこでも行けるんですか、西の方に、いや、そっちのスローな生活をちょっと目指して、九州じゃなくて、看護師をやってるその、知識も生かしたいので心理セラピーとかちょっと、あ、いいと思いますよ、やりながらそうやって時給のところでやっていきたいなと思っています。今年辞めたったらやっぱ3